こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンチャンピオンズリーググループ A 第3節パリサンジェルマン対ライプツヒの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはですね、大きなネタバレを含みますので、試合内容結果等を知りたくないという方がいらっしゃいましたら、一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければ嬉しいです。はい、では早速始めていきたいなと思うんですけれども、パリサンジェルマンのホームパルクデフランスで試合は行われました。パリサンジェルマンはポチェッティーノのもと 4-3-3 のシステムで来ております。ゴールキーパーナバス、右サイドバックハキミ、センターバックのコンビがマルキーニョス・キンペンベで、左がヌーノ・メンデスと、でアンカーの形でベラッティが入り、2インサイドにゲイエとエレーラで、右にメッシ、左にドラクスラー、ワントップキリアン・エンバペという形です。でライプツヒの方が、ジェシー・マーシュ監督のもと、3-5-2 のシステムで来ました。ゴールキーパーグラーチ、センターバックシマカン、オルバン、クロスターマンの3バックですね。で右のウィングバックに、ムキエレが入り、左にアンヘリーニョで、ダブルボランチというか、そんな形でライマーとハイダラで、前のちょっとこうトップ下気味のような形でアダムスで、2トップにエンクンクとアンドレシューバという形でした。では早速絶速ってないな。では早速、ちょっと前半後半ちゃだっと紹介していくんですけども、開始9分、パリ・サンジェルマンが先制点を取ります。自陣でボールを奪い、カウンターのシーンなんですけれども、ドラックスラーから スペースへと走り込んだ、本当にね、素晴らしいランニングをしていたムバッペへとパスを出し、ムバッペが、緩急と、技術で、シマカーンだったかな、シマカーンじゃないな、あれ誰だ、オルバンか、オルバンのその股を抜く、しかもニアを抜く、ゴールを取りました。で、このシーンを見たときに、エンバペってやっぱすげえなって思ったことと、彼がそれだけの値段がつくっていうのが、もともと分かってたことですけど、なんて言ったらいいのかな、もう一人でできちゃうんだねっていう、一人でそこまでできちゃうんだ、ゴールも決めちゃえるんだっていう、ちょっともうね、やっぱ特別なんだこいつはって、この選手やっぱちょっとこう格がちげえわって、ちょっと改めてちょっと見て、こう今までいろんなスーパープレイ見てきてますけど、生きてきてね、十何年って見てきてますけど、やっぱりこのエンバペのプレーっていうのはちょっとこうね、やっぱすごいものやっぱ感じますね。で、27分15秒、次はライプツヒのシーンになるんですけど、同点弾を取りました。中央エンクンクから、左のアンヘリニュと展開しまして、アンヘリニュがもうゴールキーパーとディフェンダーの間を抜く、本当に素晴らしいクロスを上げまして、それがファーにいるアンドレシューバーの方まで流れまして、アンドレシューバーがシュートしゴールと、本当にね綺麗な形ですし、これに関してはそのアンドレシューバーのねシュートの技術もうまいんですけど、アンヘリニュ本当に素晴らしいと思います。本当にクロス上手いですね、この選手ね。はい。で、1対1の形で前半が終わり、後半に入りまして、開始56分、ライプツヒが、2点目を取りました。左の高い位置に行ったアンヘリーニョのクロスに、ムキエレがダイレクトで合わせてゴールというシーンなんですけど、これもね、結構ゴールキーパーとディフェンダーの間を抜く、結構こうアウト気味にかかったクロスだったんですけど、そのキックもできんのっていう、やっぱね、アンヘリーニョもともとマンチェスターシティにいたじゃないですか。でシティではなかなかこう出場機会とかね、そういあのなかなか得られなかったんですけど、やっぱドイツに来て、やっぱいろいろ学び成長して、今このレベルの選手にもなってるんですけど、やっぱキック相当うまいですねこの選手ね。今ライプツヒにいますけど、いや間違いなくどっかから引き抜かれるだろうというようなやっぱキックを持ってる、特別な選手であるということを、このシーンでさらに見せつけました。本当に素晴らしかったと思います。で、65分50秒パリ・サンジェルマンがさらに同点弾を奪いました。で右サイドで、ボールを奪いまして、ムバッペとメッシの関係から、メッシのゴールと、シュート打ったボールがね一度ポストに当たるんですけど、もう一回メッシが詰めてゴールというシーンだったんですけど、これもねこの2人で完結しちゃってるんですよ。何なんだろうね、もう本当に。
なんかやっぱサッカーってもう緻密になってスペースもなくなってより難しくなってきてるこのご時世で、まあショートカウンターだったりカウンターっていうのはまあそのスペースとかがまああるからまあ彼らの特徴が生きるのは間違いないんですけど、それをやっぱこうゴールに決めきってしまう能力っていうのはやっぱちょっとこう、まあ、異質だなと、まあ、世界最高の選手と、まあ、世界最高の選手になるであろう新しい選手、この2人の共演で得点を取ってしまうと、もう笑っちゃうしかないですよね、もうこういうシーン見るとね、はい、でさらに72分30秒またパリが得点を取ります。左サイド、まあ、ロングカウンターのシーンなんですけど、エンバペに抜かれそうになった、まあ島間がですね、まあ、そのエンバペを倒しまして PK と、でこれがメッシが蹴りまして、まあ、ゴールという形でした、まあ、パネンカで蹴っててね、まあ、おしゃれもそうなんですけど、エンバペもこのシーンでメッシに蹴らせてあげるっていうね、なんかもうお前先輩というかもう本当ベテランのもう超スーパースターにもそうやって気が利くんかよお前っていう、そりゃ気に入られるわっていうね、才能もあって技術もあってお金もあって先輩のことも立てられるっていうね、モテるだろうね、男にモテるだろうね、エンバペね、同僚とかにいたらめっちゃモテそう、いいなこんな同僚いたら、まあ、いないよねなかなかね、こんな特別な才能持てたらね。でまあパリはね92分に、まあ、もう一度 PK のシーンがあったんですよ、まあ、ハキミが倒されてね、でエンバペがその蹴ったんですけど枠外に外すと、まあね彼も得点取りたかったと思いますけどちょっと力んでね枠外に飛んでしまうというシーンがありました。でこういった形で試合は終了しまして、合計スコア3対2という形でパリ・サンジェルマンが勝利と。で、一旦ここまでザーッと、まあ、得点シーンを紹介させていただいたんで今からちょっと各チームの話に行きたいなと思うんですけども、まずパリの方からいきますと、まあ、守備陣は基本的に 4-4-2 の形、本当にあのエンリケ・バルセロナの時代のような形で、まあ、4-4-2 のブロックを組む、ドラクスラが左の 4-4-2 の左に落ちるような形でエンバペとメッシの2トップと前残りのような形でやっておりますと。で、まあ、基本的にエンバペもメッシも基本的に前から追うような守備はしないし、どうしてもこう後ろの4人で守りきるみたいな形にはなっちゃうんですけど、でも得点シーンはこの2人で解決してたり1人で解決してたりするシーンがあったので、まあ結果につながったから良かったものの、結果につながらなかったらつながらなかったでこのやり方に疑問が出るような、まあ、やり方でしたよね正直言ってね、まあ、スーパースターでスーパーな人がいるからこそできるような戦術ですよねこれ。 4-4-2 で守りきったりとか全員が守備するなら全然いいんですけど 4-4-2 使ってね、ただこの何ていうかな、まあ、守備しないと言ったらあれですけどちょっとこうあまりにこうリスクのあるような感じなんでちょっとこう、まあ、リスクがあるというか、まあ、あまり期待値の持てない守備をするような2人なので、まあ、ちょっとこう難しかったかなと、得点取れなかったらね。で、まあ、攻撃に関してはどうしてもやっぱベラッティを褒めざるを得ない、本当にベラッティ、メッシがまずボールを奪われない、失わないし、でシンプルに背後を使った攻撃だったりとか、まあ、基本的にもう本当にカウンターを主体というするような形でやってたので、まあ、理にかなってはいたんですけど、ただそのビルドアップの部分で、どうしても距離が空くシーンも多々目立ってましたし、本当にフォワードとの距離が本当に結構離れてるシーンも結構ありました。なんでね結構そのなんていうかな、メッシがこうタイミングよく降りてきたりとか、そういった時にちょっとこう前まで運べるシーンとかあったりしたんですけど、ビルドアップでね。でも結構こう後ろの4人でどうにかしてるみたいな時ってあんまりこう前まで運べてなかったので、そこはちょっとこう疑問というかまだ課題は多いのかなと。あとどうしてもやっぱこうパリ・サンジェルマンはエレーラがね、開幕からエレーラ・ゲイエか、開幕から調子が良くてずっと起用されてるみたいですけど、どうしてもこの声の負担がでかすぎる。だ攻撃はもう攻撃はこの何、2、3人、まあ、ネイマールいたらネイマールもでしょうけど、ネイマール、メッシ、エンバペでどうにかしちゃってみたいな。で守備に関してはもうこの4人、8人でどうにかしちゃって、ほんで中盤に関してはエレーラ、ゲイエでどうにかしちゃって、
で最初はまあエレーラゲイエが調子良かったわけですけど、まあ、ここがどうにか、ね、調子崩してきたりしたらじゃあどうすんのかって話になってくるんで、まあ、課題は多いのかなと。でチームとしてその、まあ、分断して役割はしてるんですけど、組織として強いかって言われるとどうしてもこうハテナがついてしまうので、チャンピオンズリーグ優勝を目指してるとは思うんですけど、現状そのチェルシーだったりとかマンチェスターシティだったりとか、まあ、シティにはねグループステージ勝ってましたけど、まあ、いわゆるそのチーム力としてその組織として強いようなチーム、そういったとことやってくるとちょっとこうどっかで取りこぼしてもおかしくないのかなと。まあでもね、ただ前線の3人がね、まあ、ネイマールもいたらもそうですけど、まあ、強烈なものを持ってるんで、この3人でどうにかできてしまうみたいなシーンは、まあ、あってもおかしくないとか。まあでもそれだけでもやっぱ素晴らしいんですけど、でもやっぱりそのポチェッティーノっていうのはやっぱりその攻撃のデザイン性とかね、修正力っていう部分でちょっとこう疑問符のある監督であることは、まあ、プレミアリーグ時代からずっとある監督なので、まあ、これからねパリでどういったことを起こしてくれるのかっていうのは、パリのリーグ戦は見れてないんで分かんないんですけど、ただそのチャンピオンズリーグを見た時に、どういったものを起こしてるのかっていうのは見れるので、まあちょっと楽しみでありながらも、まあちょっとその変わってなかったなっていう印象ですね、今回の試合に関して。はい、でライプツヒに関しましては基本的に 3-5-2の中で戦っているような形で、まあ、低いラインに行くとまあ 5-3-2 と、で結構ウィングバックは前まで出てサイドバック見るような形にしてたので、まあ、ハイラインで本当に、まあ、前からプレスをかけて本当に、まあ、ショートカウンターを狙う、でエンクンクだったりとかアンドレ・シルバとかね、まあ、アダムスとか、まあ、こういった選手を、まあ、人を関わり持たせながらショートカウンター狙いに行くみたいなものはずっと狙いは分かってましたし、あとはまあ中央の、まあ、危機的なエリアというかちょっとこう危ないエリアというのは3枚でどうにかして守ろうとはしてたんですけど、まあでも、それで得点を奪えてることはまあ奪えてるので、ただ守備に関してはまだまだ解決すべき点はたくさんありますし、まあでもね、ウパメカノ抜かれて、でコナテも抜かれてますからなかなか難しいとは思いますけども、でもまあやっぱタレントはねいい選手いますし、まあ、それはねパリと比べるとってなるとそれはね難しいと思いますよ、タレント力で言えばね。でもやっぱりそのこういった相手にもしっかり自分たちのフットボールできて、戦う姿勢を持って得点も取れてますから、僕はそこまでねジェシー・マーシュに対して、まあ、もちろんちょっとこうねまだまだこれからなんでそれは課題はありますよ、当然ナーゲルスマンじゃないんですから、ナーゲルスマンだってバイエルンに来て最初は課題ありましたからね、まあ選手が揃ってなかったっていうのはナーゲルスマンにもあるんですけど、でもその新しいチームに来て最初からいきなりパーフェクトっていうのはできないですから、まあこれからねどんどん良くなっていくんじゃないかなと思います。はい、でその前からはめに行った時にね、3センターバックそのオルバン、シマカン、クロスターマンでいわゆる、ドラクスラ、メッシ、ムバッペを見るような形だから3対3の形になってたので、ここでねもし1人かわされるようなシーンがあったりするとその前線からの守備をかわされたりしてその3枚に持ち運ばれたりするようなシーンがあったりすると、いやこれやばいぞ怖いぞとは思ってたんで、そこのリスク管理的なものはちょっとマーシュできたんじゃないかなとは思いますけどね。難しいと思いますよ、このタレントに対してね。でもせめて3枚で3枚はちょっと厳しいだろうと、相手世界最高だぞって思うんで、せめてね3センターの1枚下ろすとかちょっとこう1枚でも数的優位な形にするような形を取っても良かったんじゃないかなとは思います、正直言ってね。で、まあ、パリの特に右サイドバックハキミが結構高い位置まで上がってくるんで、まあ、その背後のスペースっていうのを使った攻撃っていうのはできてたと思います。実際そのアンヘリーニョが幅を取ったりとかアンヘリーニョのクロス上げてるシーンっていうのはそのハキミの、高く上がったうちの高く上がったその裏の背後のスペースを使って攻撃をして、得点シーンにつなげてますから良かったと思います。で、まあ、ハキミに関しては
まあ、インテル時代もそうですし、レアルマドリード時代、ドルトムント時代もそうですけど、あの4バックの右サイドバックで使うとちょっと怖いんですよ、守備の部分で。どうしても攻撃に関しては、まあ、超一級品のものを持ってるんでいいんですけど、やっぱりね、彼を使うならウィングバックで使わないとダメですよ、うん、だからそういった部分で僕からするとそのポチェッティーノに対してどうしてもちょっと疑問を持ってしまう。ずっとハキミをいわゆる4バックのサイドバックで使ってるわけでしょ、なんでってなりますもんね僕。いや例えばね、あれなんだっけ、あの選手名前忘れちゃったな、ダニーロをセンターバック起用とかするわけじゃないですか、ポチェッティーノね。なんだったらキンペンペ、ダニーロ、マルキーニョスの3センターバックにして、でウィングバックの形で、まあ、その2人、右にハキミ持ってきて、で左本当はベルナトがいればいいけど、ベルナトはいないから、まあ、ヌーノにしたとして、でダブルボランチという形で、まあ、今だったらゲイエと、ベラティかな、でトップ下に、まあ、メッシ持ってきて、2トップに、まあ、今回の試合はね、あのネイマールは無理なんで、エンバペと、まあ、例えば誰だろうな、エンバペとイカルディは違うな、エンバペと誰がいいだろう、まあ、ディマリアもちょっと2トップ、まあ、シャドウ的な形で使うってなったらありか。いや、まあ、ちょっと待って、なんかこんな話になるとちょっとこう話長なってしまうんで、ちょっと一旦やめますわ、ごめんなさい。まあ、でも352とかね、353とか3521とか、ハキミの特徴を生かした、攻撃の特徴を生かした上でちゃんと後ろのリスクも管理できるようなことをちょっとポチェティーノは試している素振りがちょっと見えないので、まあ、そこはちょっとこうどうにかしてほしいなとはこう見てて思いますね。僕が例えばこうパリのサポーターでハキミを取ってきたって言ったら、まあ、間違いなく嬉しいですよ。実際バイエルもハキミ狙いに行ってましたから、今シーズン開幕前ね。ただそれはナーゲルスマンが監督になって、ナーゲルスマンはライプツィで3バック試してたというか3バック使ってましたから、そんな時の、まあ、右ウィングバックとしてハキミはめちゃめちゃ良かったですし、右ハキミ、左のウィングバックアルフォンソ・デイビスを置いたらめちゃめちゃ驚異的でしょ。で3センターバックに関してはリュカ・エルナンデス、スーパーメーカーのでズーレいたらいいし、で時によってはパワール使えるしみたいな、そのなんで彼を取ったかっていうのを、まあ、ポチェッティーノが主導で動いたんかはちょっと知らないですけど、もしポチェッティーノが主導で動いてハキミを取ったんであれば、ちょっと使い方どうなの、ちょっと疑問はやっぱ残っちゃうんで、なかなかその世界、まあ、トップクラスの指揮官なんですけど、いわゆるそのトゥヘル、ペップ、クロップ、ナーゲルスマン、アレグリ、バルベルでもまあ入れていいかな、まあ、このあたりの指揮官たちとはちょっとこうまだ肩を並べるに値しないのかなと思うのは、やっぱそういった部分ですね、はい。まあ、ちょっと指揮官の話になっちゃいましたけども、まあでもポチェッティーノ好きな人もねたくさんいらっしゃると思いますし、特にスパーズのサポーターはね大いに感謝してる人もたくさんいると思うので、全然ね、スールシャールより全然いい監督ですから、もう比べることすらおこがましいですけど、ユナイテッドに来てくれたらめちゃめちゃ嬉しいですよ、もちろんね、スールシャールに比べて全然いいですから。ただやっぱりそのチャンピオンズリーグでやっぱ優勝を目指してるチームですから、やっぱそういったとこもやっぱ監督もやっぱ伸ばしてるとこ伸ばして頑張ってほしいなと思いますね。だから本当にね、トゥヘルがあのままパリ・サンジェルマン引いてたらマジで怖かったなと思うんですけど、まあ、今のチェルシー相当強いんでね、はい。まあ、いろんなチームの話ちょっと混じってしまいましたけど、まあ、こういった形で、今回のラジオは以上になります。今回のねパリ・サンジェルマン対ライプツィの試合、まあ、皆さんご覧になられていろんな意見持たれたと思うので、ぜひコメント、寄せていただければ嬉しいです。たくさん皆さんと会話してサッカーで盛り上がって仲良くなって本当に友達のように、なれたらなと思ってるので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。